皆さんこんにちは。今回もマリオカート、やっていきますよ。はい、スタートダッシュ決めるよ。ん？はい、ここ。ん？はい、スタート。今回のコースは、ピーチサーキットですね。得意なコースなので、いい結果を出したいところです。さて今回は、デリバード縛りのことでも、喋っていきたいと思います。一応ネタバレというほどでもないんですが、そういうのを気にする方はご注意ください。今現在、ガラル地方を救うため、ローズと激闘をしているんですが、もしかすると私、ガラル地方を救えないかもしれません。ぶっちゃけ2倍弱点程度だしいけるやろと思って、完全にノーマークだったんですが、めちゃくちゃヤバいということが分かってしまいました。あまりにも勝てなくて、私今日ずっと、うなってますからね。めちゃくちゃ追い詰められてしまいました。何がヤバいって、そもそも、大王道にたどり着くことすらできていません。要注意のポケモンが、2匹いるのです。初手のシュバルゴと、ニャイキングです。シュバルゴはまあ、めちゃくちゃ強いんですが、剣の舞をしてくる可能性があるギガイアスだと思えば、まあギリギリいけないこともないという感じです。挑んでいる回数の9割近くは、シュバルゴに負けてるんですけどね。一番の問題が、ニャイキングなのです。火力自体はまあ、シュバルゴと大差ないので、絶対に勝てないこともないように思えるんですが、こいつ、嫌な音という、一番使っちゃいけない技を使ってきます。今のところ攻撃特化でやっているのですが、物理受け特化にしたところで、これをされてしまってはどうしようもないという状況です。これが本当に、めちゃくちゃ厄介です。一度でも嫌な音を使われようものなら、すべての攻撃がワンパンになってしまいます。これがマジで、本当にシャレにならない感じです。ですので今日のところはうなりながらふて寝して、日付が変わることによって、嫌な音を使わない乱数になってくれることを祈るしかない感じです。チャンピオンで詰まるもんだとばっかり思って、完全に油断してましたわ。110レベルくらいあればローズさんに勝てそうなので、ゲイフリさん、どうにかこうにか、レベルの限界突破を実装してもらえませんかねー。それは無理か。本当にそのレベルで、苦しんでいるということを伝えたかった回でした。マリカーで愚痴らないと、精神が持たない感じです。惜しかったですね。うまくやれば勝てそうでしたが、しゃあない。ということで、ご視聴ありがとうございました。